どうもこんにちは、ザワチャンネルです。いやいよいよね、近づいてまいりました。 MGC マラソングランドチャンピオンシップ、9月15日開催ということでね、MGC を見据えた、出場選手各選手がね、 MGC に向けて着々と、ビーキングを進めていると。中でもやはりね、先日ありました、ゴールドコーストマラソンでなんと大会新記録2時間7分50秒このとてつもないタイムで優勝した設楽悠太選手もうね、後のインタビューでも、自信しかないというふうにね、おっしゃってましたんで、これはね、まだちょっと動画作ってないんですけれども、日本選手権の 5000m、 あれだけね、盛り上げた、設楽悠太選手がここでまたまた、強気の発言、しかもね、今月末からはお兄ちゃんのね、設楽啓太選手と一緒に北海道でね、合同合宿を張るということもね、予定していると、おっしゃってましたんでね。さあ、まあ心強い練習パートナーとね、本当心身ともにピークの状態でね、MGC 臨んでこれるんじゃないかなというふうに思っております。そして、またまたこのゴールドコーストマラソンのハーフマラソンの部でですね、なんと1時間2分台の2位3位にですね、日清食品の佐藤悠基選手と、そしてトヨタ自動車服部勇馬選手が入ってくると。本当にこれ、過去の、ね、大会のタイムを見てもらっても分かると思うんですけれども、こちらのコースで1時間2分台っていうのは本当に難しいんで、僕もバー調べたんですよ。ほとんどはやっぱりね、1時間3分台であったり4分台であったりと。で、2015年に1時間2分台でゴールしていたのが、なんと、当時中国電力にね、所属しておりました出来武宏選手と、いうことでね、いやかなりですね、佐藤悠基選手、そして服部勇馬選手に関しましてもね、調子は上がってきてるんじゃないかなと。そして今、北の大地、北海道でね、北連ディスタンス、こちらがね、行われているんですけれども、こちらでも、男子1万メートル、井上大人選手 MHPS がですね、なんと28分08の好タイムでゴールと。まあ、昨年はね、八王子ロングディスタンスでもう27分台を出してますんで、ますます、まあ、ちょっとね、ボストンマラソンでのレース内容がね、ちょっと不安でもあったんですけれども、しっかりとね、こういったところで、記録、そして結果をね、残してますんで、井上選手に関しましても、調子はね、ますます上がってきてるんじゃないかなと。いうふうに思っております。まあ、MGC、9月15日、あるわけですけれども、男子は31名、そして女子はね、12名と、もう参加する選手はね、決まっております。そしてこのレースで優勝もしくは準優勝、この2名の選手に東京オリンピックマラソン代表、日本代表としてのね、出場権が与えられると、いうことなんです。まあ、いろいろね、参加標準記録とかね、後から出てきたりしたんですけれども、結局はですね、この MGC で上位5位までにね、入れれば東京オリンピックのね、まあ、出場資格を上げますよというふうにね、国際陸連の方から、与えられたみたいなんで、まあ、この改定はね、本当に、マラソン、まあ、MGC に出る選手にとってはね、追い風、ポジティブなね、改定になったんじゃないかなというふうに思ってるんですけれども、ここでですね、まあ、今日ちょっと見てもらったら分かると思うんですけれども、またまた驚愕な事実が、判明いたしました。まあ、今ね、男子が MGC31 名参加すると、出場すると僕言ったんですけれども、その中でですね、なんとですよ、約3分の2に当たる21人の選手がこちら、もう今話題ですよね、モルテン、こちらのエナジードリンクを愛飲しているというね、情報をですね、掴みまして、もう今、ブワーッとですね、その21人の選手、まあ、今、お試し中という方もね、含まれてはいるんですけれども、大体ね、こちらの選手が、モルテンをね、レース前、レース中問わずね、飲んでですね、好結果を出してきているということなんですよね。
まあ、本当モルテンといえばですね、まあ、昨年のベルリンマラソンでキプチョゲ選手がね、世界最速タイムの2時間1分39秒こちらのね、タイムを出した時にもこちらのね、モルテンのドリンク給水のね自転車にまたがったクラウスさんからねこう受け取るシーンっていうのは何度も何度もテレビでもね放送されたんで記憶にね、残ってる方も多いんじゃないかなと、思ってるんですけれども、本当に、まあ、僕もこのモルテンに関しましてはいくつか動画作ってるんですけれども、やっぱ何がいいのかと、いうことですよね。まあ、マラソンをね、走る上でどうしても必要となってくるのがエネルギーですよね。でそのエネルギーに必要なものっていうのが、炭水化物だと、いうことなんですけれどもね、従来の、スポーツドリンクによる、エネルギー補給、まあ、炭水化物の摂取っていうのはやっぱりね限界がありまして、まあ、それを超えてしまうとやはり体にですねダメージが、まあ、痛みであったり、不快感であったり、あと、まあ、内臓のね機能障害であったりとね、まあ、従来のドリンクでは炭水化物の大量摂取はネガティブパフォーマンスにねちょっとつながってしまうということがあったんですけれども、こちらのモルテン、もう独自の技術をですね開発いたしまして、そういったダメージをなくしてなおかつ高濃度の炭水化物の摂取をですね可能にしているということなんですよね。本当にね、海外のトップ選手、ほとんどの選手がね、これを飲んでいると、言っても過言ではないんじゃないかなと、まあ、僕がね、まあ、把握しているだけでも、まあ、キプチョゲ選手であったり、ウィルソン・キプサング選手であったりね、キプサング選手なんか、東京マラソンでね、国内、最速のね、タイム出した2017年かな、あの時もね、しっかりとこちらのモルテンのボトルをね、持っていましたし、あと皇帝のね、ケネニサ・ベケレ選手であったり、あとアベル・キルイ選手であったりね、本当にもう世界のトップランナーがね、こちらのドリンクを愛飲していると、いうことなんですよね。まあ、おそらくですね MGC におきましてもね、給水所ではね、こちらのボトルが大量にね、置かれているということもねもう間違いなくあると思うんでね、で本当にねこちら大注目ですよ。まあ、これからのね、まあ、陸上界、まあ、しかもこれ陸上界を超えてね、スポーツ界、他の競技でもね、本当使われてるみたいなんで、これからのね、本当スポーツ界に欠かせないドリンクになってくるんじゃないかなというふうに思っております。さあ果たして、MGC マラソングランドチャンピオンシップ、このね日本で行われる本当今までのマラソンレースの中でも最大規模、そしてね、最高レベルのね戦いが、繰り広げられるんじゃないかなというふうに予想されますけれどもね、ぜひぜひ、給水地点ではね、こちらのボトルにも大注目して、行っていただきたいなと思います。今日はこんな感じです。ザワチャンネルでした。はい、ということで、今日の動画いいなと思った方は評価、グッドボタンよろしくお願いいたします。あとまたチャンネル登録をね、されてない方いらっしゃいましたらチャンネル登録も合わせてよろしくお願いいたします。そしてね、動画中でもご紹介しましたこちらのモルテン、動画の説明欄にね、詳しい内容をしっかりと、貼っておきますので、モルテンに、興味のある方はそちらも合わせて、ご覧いただければなと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。